コラボス、関西百名山。ワウワウ。今日は4月21日土曜日ですね。じゃん、ここ世界遺産高野山にやってまいりました。朝6時、難波発の電車に乗りまして、ケーブルバスと乗り継ぎ、ここ千住院橋バス停で下車しまして、ここに来ております。今日は、第、14座目となる、ごま壇山にこいつで行こうと思っております。なんと今日はボリュームありありの65キロの予定です。それでは今日も元気に行ってみよう。何やそれ。小エチ、馬の鼓動、小エチ。から10分ほどですね、はい、今日はここからごま壇山ですよ。小ヘチを走っております。木漏れ日が心地いい林道です。なんか指差してますね。おお、すっごいね、快晴。ピッチュピッチュ、あの電柱がね、いっぱいあって全然山ん中っていう感じがしないんですけども、あの、まあ、ここまでとっても走りやすいいい林道です。どんどん行ってみます。8時53分、距離は3キロですね、千住院橋から、32分が経過しまして、すすき峠にやってまいりました。はい、ここからまたさらに、小ヘチ、あ、でもこれこっち入っていかなかな、入ってくるらしいです、うん、ここを左に熊野本宮、あ、ここ小ヘチやもんね、うん、お、こっちに左に折れると、はい、ほんまかいな、あれ、熊野古道小ヘチです、うん、聞こえます、かなり降りてきました。動画は水が綺麗ね、おー、
大滝に到着しました。距離はバス停から 5.2 キロ、51分が経過しております。はい、そしてここから、来ましたよ、高野龍神スカイライン。スカイラインに行くか、小平地をもうちょっと行くか。あ、せっかくやからもうちょっと小平地行こうかね。近さは？まあ、赤いところか、こっちか。あ、もうちょっと小平地行こうかね。はい、こっち行きます。はい、雪登りです。はい、舗装路になったのでね、はい、まあ、歩きやすいっちゃ歩きやすいですね。はい、先が長いためゆっくり歩いております。標高は792、はい、ごま断山は、1300、高いな。、高野山ではずっとごま断山が、最高峰と言われてたんですけれども、近年そこよりももうちょっと高い頂が見つかり、そこに名前をつけて龍神岳と呼んでいるそうです。すぐ近くなので、今日はその龍神岳のピークも見ようと思っております。大滝、9時18分大滝です。あ、チューリップかわいい。おはようございます。ここで休憩したの覚えてますよ。あー、かわいい。スカイラインです。はい、スカイラインです。あとはこれをずっとまっすぐやな。そうやね、怖いな、ここ。そうやね、せやからなるべくね、山道で来よう思ったんやけどね。でも今日は天気がいいから、みんなお分かにしてるから、鈴が結構役に立つと思う。みんなって、みんなお分かか。ここ走る。あ、みんな窓開けてる。やっほー。あとは車道を延々と走ります。はい、あと2時間で行けるといいね。今9時43分です。はい、そしたらごま断山でお昼にできるね。あそこが遠く見えて、あー、すごいと思ってね。我々は高野龍神スカイラインウルトラマラソンというのに、2年ほど前に参加したんですけども、ここはコースだったんですね。はい、覚えてますよ、この辺り。この6月にもエントリーしてますので、その練習も兼ねて今日は来ております。はい、山だらけ。あ、暑いので水分補給を忘れずに。小平地の分岐点です。行きたいと思ってますが、あれですね、ここで小平地がこの黄色いとこなんですね。あっちまで行くと、こっちやな、小平地は。あ、そうそうそう、はい、あの次のごま、おばこ岳の表示ありますね、あの右上に。で、我々はこれからこの白い龍神スカイラインに乗ってごま断山に向かうと。はい、おー、いいねー。パシャ。行ってみよう。行ってみよう。レストラン鶴姫、閉まってます。うさこ川村総合案内所。鶴姫公園、はい、なんと桜がまだこんなに残ってます。おお、あの八重桜とかじゃなくて、これソメイヨシノじゃないの。すごいね。標高が1126、こんなんやと。まだこんなんなんやね、うん、ちょっと感激。暑いね。暑い。え、めっちゃ咲いてる。
い。すごいね。山だらけ。この景色はすごい。冒峠です。マラソン大会が思い出されます。帰り、この辺真っ暗になり、一人で走ってたのを思い出します。よく頑張りました。花園アジサイ園です。はい、時刻は10時33分。ここは花園アジサイ園ですね。お手洗いを売店でお借りして、休憩をしました。今日のおやつドライパイン、これちょっと盛況で一袋300円もしたんですけど、ちょっと張り切って今日のために購入しました。日差しの強い日はこういう酸っぱい系のものが美味しいですね。どうですか、ここまで。うん、まあでも思い出しながら走ると楽しいね。うん、車多いので気をつけて走りましょう。うん、うるさい。花園恐竜ランドまで15キロ。花園温泉、花園の里。そうです。ここはライダーのメッカなんですかね。すごいバイク多いね。うるさいな。爆音や。帰りはできたら違う道通りたいな。そうやね。やっぱり大会の時に通行しておいてくれたのは良かったよね。はい。ぼちぼち行っております。残り12キロってとこかな。はい。2年前の大会は私はドベから2番目でした。私は女子5位です。ここは美濃峠です。友人温泉まであと29キロです。はい、噛むほどうまい当たり目、タンパク質。そして今日は、ドライイチゴも入れました、はい、オートミルクッキー、そしてさっきのスティックパイン、はい、とりあえずはこの便利なリュックはね、ここにビヨーンって入れるね。背負ったままできるっていうのがいいとこよね。よいしょ、くれね。オレンジピールとイチゴ入り。うん、このソフトクッキーが美味しいね。近い近い。あ、もっとおっか。閉まってるよ。閉まってる。トイレある。時刻は11時43分。距離は23キロ。標高は1100メーター。トイレないやん。なかったっけな。清水温泉は右だそうです。高野龍神スカイラインです。急に開けるね。山だらけ。山だらけ。山だらけ。まあそう考えるとよくこんな道路作ったよね。高野龍神スカイラインです。はい、ラインです。田辺市龍神村。あと2キロです。しんどいよ。やっと来ました。何時かな？12時21分、はい、やってきました。ごまさんスカイタワー。ヘロヘロ。しんどかったね。
すごいな。すごいな。おお、こうぐらいせんとな。もっと早く強くなんで。ふんぎ。弁当食べよう。ついてけんわ。うわ、ライダーだらけ。約4時間です。龍なのがちょっとおしゃれですね。うん、あ、ここ龍神温泉。現在地はどこかな。右上。はい。ああ、ワイルドライフね。これあれやね。あのゴマ団山の着方とかちょっと書いてないね。ゴマさんタワーのベンチとテーブルでお昼ご飯で豆ご飯にしました。いただきます。休憩を終えまして、こう下から上がってきて、お手洗いがここにあって、ここにルートがあります。ここですね。これを登って、いよいよですね、4時間35分が経過した後、4時間、いよいよ、今日の登山開始です。ここ、ここ。いよいよですよ。へえやな。1372m。 やりました。あっという間ですね。15座目です。タッチやりました。龍神岳まで 700m です。最高峰、これもちょっと次は踏みたいと思いますね。景色いいね。いや、やっぱりね、ちょっとね、バイクの爆音がすごすぎてね、龍神スカイラインは、うん、あのやっぱりバイクにとってもいい場所なんでしょうけどね、山を求める我々としてはやっぱりこういう山の静けさっていうのも楽しみの一つやからね。気持ちいいね。今龍神岳に向かってます。これはすごい。うん、カラコチコンと、時刻は13時22分。出発から 29.6km で来ました。最高峰龍神岳やりましたね。龍さん、標高は 1382m。 これ2000何年かにこっちの方が高いって実は分かって、やっぱ名前をつけた方がいいだろうということで公募されまして、この龍神岳というふうに決まったそうです。だから石碑がね、まだ新しいんですよね、うん、ナイスビュー。これはちょっとあれですね、個人的にはゴマダンサーよりも開けてて好きな感じですね。NHK がめっちゃ主張してますけど。いいね。はい、龍神岳を過ぎて、ここにちっちゃくあの書いてあるんですけど、耳鳴り山。耳鳴り山も目と鼻の先なので耳鳴り山まで行ってみたいと思います。いい景色よ。山山山って感じで。暑さに当てております。何時？1時13時43分。意外とあのちょっと迷ってしまいました。おっとおっと、マニアックなフィギュアが置いてあります。ここです。ここが耳取り山です。あの眺めがいいという前情報があったんですが、ちょっと小立ちに囲まれてますね。全然ええ。それはさっきの龍神ちゃん。ああ、龍神やね。あのちょっと記念写真しますね。はい、はい、ここ2箇所車止めがしてあって、どっちを、これ龍神から降りてきたんですね。あ、そう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 、はい、ここまで来ましたと、このタワー、はい、で耳鳴り山に行くにはどうしたらいいのかと悩んで。耳取り山じゃないの。耳鳴りちゃん。鳴り鳴りちゃん。鳴り知らん、うん。であの左を取ったんですけども、はい、まあ、ここすぐところにちょっと合流する小道もあるんですけど、一番確実なのは、はい、迷ったら真ん中。ここからいきなり尾根に取り付くのが一番早いかと思います。ここから尾根に取り付きましょう。まあ言うてもしょぼい山やったけどな。展望もない。フィギュア。行って損したわ。
まあ友人だけでもよかったから。そうや。で帰りはこの林道を通る。うん、微妙にループピストンせずに済むと。うん。はい。はい。なんかあっという間に来たような気がしたんですけど、歩くとめっちゃ遠いね。駒さんタワーな。うん。さっきのあれやね、丸太っぽいとこ登ったのはこっち側ってことだよね。そうやな。微妙にループできてんねんね、これね。そして競技の結果、ただいま距離は32キロですが、はい、予定では60分キロとお話ししておりましたが、はい、ここからなんと1850円もするバスに乗ることになりました。なんと龍吉選手、さ、暑さに適応できず寒いもが出るとか言って、リタイアを宣告しております。俺か、俺、完全に俺でしょ。こんなら走るか。ちょっとね、かわいそうなんでね、残り10キロぐらいやったら歩いても2時間なんですけどね、30キロもあるとね、バイクに引っ掛けられてもあかんしね、もうしょうがない。まあこういう時もあるねということで、とりあえずあそこのタワーまで戻りたいと思います。3時何がし、今時刻は14時5分なので、まあのんびり散歩がてら歩いております。もう今更走りません。しゃーないな。まあ、最近私の方がちょっと強くなってきちゃったからね、もうそこはね、もうやっぱり先輩風は吹かさない、攻めないよ。何が先輩やねん。俺は言うじゃやぞ。言うじゃ寒いよ。はいはい、GoPro電源オフ。14時11分戻ってきました、ゴマさんスカイタワー。相変わらずバイクの爆音が響き渡っております。そしてここで、帰りのバスは一応予約制みたいで、空いてたら乗せてあげます、素敵な雰囲気で。でもまあここが始発なんで乗れるだろうなと思っております。これ始発な、ここスタートちゃうかったかな、嘘かもしれません、ごめんなさい、ちょっともうちょっとちゃんと調べますね、はい、後々の人のために資料として残しておきます、バス乗車のようで、はい、様子を。時刻は2時35分、我々は3時35分発の、バスに乗ることに決まりましたので、それまでなんとここ300円するんですが、りゅうちゃんがおごってくれました。ゴマさんタワーに登ります。あのドケチりゅうが出してくれました。今度行きますよ、箱だけ。一回行ったんですけどね、もう覚えてないんで、また行きますよ。なんとソフトクリームまで買いました。これおいくらですか？400円。はっ、うん、みんなでも美味しそうに食べてはったね。コーンがちょっと高級な感じやね。桜餅です。おー、桜餅やって。季節限定。おー、いただきます。はい、あ、美味しい。うん、美味しい。眺めは最高です、はい、そして我々の乗るバスが到着しました、まあ、なんとこれ1850円もするんですけど、高野山駅前まで。でも1日たった2便しかない貴重なバスにこうして乗ることができること自体だけでもね、良かったかなと。万が一の時の非常手段のことを思って考えてたんですが、まさかまさか良かったですね。考えといてリタイアバスやね。リタイア、そうそう、収容者ですね。1850円。まあ30キロ途中でもう動けないって言われてタクシーを呼ぶよりははるかに安いので、まあ良かったかなと思います。これから暑くなるので、皆さんもトレーニングされる際は十分体調と相談して無理のないように、やっていただきたいなと思います。それではまた次回元気にお会いしましょう。またねー。急行バスでございます。次は野瀬川村総合案内所前、野瀬川村総合案内所前でございます。これよりしばらくの間、右左にカーブが多くございます。運行中やむを得ず急停車をする場合がありますので、手すりやI'm
特急券をおごっていただきました。やりました特急。何か罪悪感があるんでしょうか。はい、これや。これ2号車。やっほ。交通費貧乏です。やっほ。2号車23番。はい。キャッホー。ビールがいるね。